安政度地震。安政度地震は、安政2年10月2日、1855年11月11日午後10時頃、関東地方南部で発生した M7 クラスの地震である。世に言う安政の大地震は、特に本地震を指すことが多く、単に江戸地震とも呼ばれる。南関東直下地震の一つと考えられている。特に強い揺れを示したのは、隅田川東側、江東区であった。隅田川と江戸川に挟まれた集積地が揺れを増幅したものと考えられる。震度6以上の揺れと推定されるのは、江戸付近に限られる一方で、震度4以上の領域は、東北地方南部から東海地方まで及ぶ。近代的な観測がなされる前、明治17年以前に発生した歴史地震であるため、その震源やメカニズムについては、諸説があり、各地の地震被害資料や前兆現象の記録などから、北アメリカプレート内部の内陸近く内地震、大陸プレート内地震、北米プレートに沈み込むフィリピン海プレートによるプレート境界地震、フィリピン海、プレート内部のスラブ内地震、北米プレートに沈み込む太平洋プレートによるプレート境界地震などと推定されている。震源は東京湾北部、荒川川口付近、または千葉北西部と考えられている。震源の深さについても諸説あり、深さ約 40km 以下の浅い場所で発生した M6.9 の地震とするもの、フィリピン海、プレート上面で発生したプレート境界型地震、5記録から初期微動の継続時間が約10秒と読み取れることから深さ 100km 程度などである。東京湾北部の市川市付近で深さ 70km のフィリピン海プレートに関係するものだとされた。震度分布を東北や北信越まで広げて分析した結果、フィリピン海プレート内部地震である2005年の千葉県北西部地震震度 74km、M6 と類似点が大きく、同地震での震度を約 60km で M7 と設定してシミュレーションしたとき、隅田川川口付近の活断層を震源とした場合では生じてしまう、関東各地の震度分布の不整合が克服され、文献等の記録とほぼ一致する、などの報告がある。川角博氏は、現、足立区付近、北緯 35.8 度、東経 139.8 度に震央を仮定し M=4 としてマグニチュード M=6.9 を与えていた。宇佐美は M=7.0 から 7.1 としている。引田は強振動のシミュレーションから M=7.4 が妥当としている。この地震に関する古記録は江戸時代末期であったため歴史地震としては非常に多く残されている。被災したのは、江戸を中心とする関東平野南部の狭い地域に限られたが、大都市江戸の被害は甚大であった。被害は軟弱地盤である沖積層の厚みに明確に比例するもので、武蔵野台地上の山手地区や、埋没した鉱石台地が地表面のすぐ下に複在する、日本橋地区の大半や銀座などでは、大名屋敷が半壊にとどまることなどから震度5強程度とみられ、被害は少なかったが、下町地区、とりわけ埋め立ての歴史の浅い隅田川東岸の深川や浅草の吉原などでは、震度6弱以上と推定され、甚大な被害を生じた。また、日比谷から西の丸下、大手町、神田神保町といった谷地を埋め立てた地域でも、大名屋敷が全壊した記録が残っているなど、被害が大きく、震度6弱以上と推定されている。また、福井県や大阪府で震度4から5と見られる揺れがあり、異常震域があったと考えられる。死者は町方において10月6日の初回の幕府による公式調査では4394人、10月中旬の2回目の調査では4741人であり、倒壊家屋 14346 戸とされている。またこれに、自社領、より広い居住地を有し特に被害が甚大であった、武家屋敷を含めると死者は1万人くらいであろうと、される。浜戸の木には、今度の地震、山川高低の間、高地は緩く、低地は急なり。その体、青山、麻布、四谷、本郷、駒込編の高知は間にて、送るはない、小川町、小石川、下谷、浅草、本所、深川編は急なり。その岩で、自然のりあるべし。とあり、当時から特に揺れの激しい地域の存在が認識されていた。地震直後に34カ所から出火、朝から小雨でそよ風であったため大規模な延焼は、起きず翌日の午前10時頃には鎮火したが 1.5km を焼失した。古い資料では、焼失面積は 2.2km とされている資料も存在するが、1.5km と再計算された。旗本、御家人らの屋敷は、約 80% が焼失、全壊、半壊、または破損の被害を受けた。亀有では田畑に小山や沼ができ、その損害は約3万石に上った。小石川の水戸藩藩邸が倒壊して、水戸藩主の徳川斉昭の腹心で、水戸の領伝と言われた、戸田忠久勇、藤田東子らが死亡した。また、斉昭の婿である、盛岡藩藩主、南部俊久も負傷した。指導者を失った水戸藩は、内部抗争が激化。安政7年、1860年の桜田門外の変へとつながった。江戸城や幕閣らの屋敷が大被害を受け、将軍家定は一時的に吹き上げお庭に避難した。江戸幕府は前年の安政東海、南海地震で被災した各藩に対する復興資金の貸付、復旧事業の出費に加えて、この地震による旗本、御家人、さらに被災者への支援、江戸市中の復興に多額の出費を強いられ、幕末の多難な時局における財政悪化を深刻化させた。津波が起きたとする記録はないが、地震動によって誘発されたと思われる川や溝の水が揺れ、跳ね上がる現象は生じていたと思われる。安政見聞誌や浜戸の記などには、江戸各所の被害が詳細に記録され、地震当日から10月中の約1ヶ月間の余震が、その強さに応じて黒丸、夜及び白丸、昼の大きさで表示され、余震回数が、日時の経過とともに減少していく様子が伺える。内の日並みには日記形式で11月中頃まで余震が記録されている。被害情報を伝える瓦版が発行され、風刺画の鯰絵なども刊行された。復旧事業が一時的な経済効果になったとも言われる。地震後にはおびただしい数の瓦版や鯰絵が巷に出回り、よく売れたとする記録が少なくない。竹越道の木、内の日並みなど。瓦版には、市民の情報獲得に対する欲求を満たす役割があり、中には、国元の縁者に、親子兄弟の安否をすり込み知らせ物、地震の発生を歓迎するような言葉書きが、添えられているものもあり、災害が、世の乱れを正すべく天が協調をもって、警告するのだとする思想が当時は依然として、根強く残っていた。安政見聞誌には、地震当日の夜5時頃、20時頃、浅草後蔵前通り大住というメガネ屋が所有する3尺余り、約1メートルの磁石に吸い付いていた古釘、古錠など金物がことごとく落下し、地震後に再び鉄を吸い付ける力を回復したとある。この現象をもとに、佐久間象山が大地震を予知する地震予知機を開発している。地震の予兆について人々から聞いた話をもとに作成され、原理としては磁石の先端に火薬が付けられ、大地震が来る前にはその火薬が下に落ちるとするものであったという。死者の無料埋葬、米の配給、物価抑制のための公定上限価格の設定なども行われ、安政年間は日本で多くの大地震が発生した時代である。安政江戸地震発生の前年である。安政元年11月4日、1854年12月23日には、安政東海地震、その約32時間後に、安政南海地震が発生しており、安政江戸地震と合わせて、安政三大地震と呼ばれる。また、安政南海地震の2日後には、豊予海峡地震も起きている。この他にも、安政年間には、安政元年6月15日、1854年7月9日に、伊賀上野地震、安政2年2月1日、1855年3月18日に、飛騨地震、安政5年2月26日、1858年4月9日に、飛び越し地震が発生している。ただし、伊賀上野地震、安政伊賀地震、安政東海地震、安政南海地震、豊予海峡地震は、安政への改元前に発生した地震である。これらの地震や黒船来航、代理炎上などの災異が相次いだため、11月27日に、嘉永から安政へ改元された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。